ジュビリーエースとプランスゴールドは詐欺だったというね、まあ、詐欺というかハイプということなんですかね。ハイプと詐欺は違いますからね、うん、私の認識では違うんですよ。ハイプってのはそもそも参加した人が、大多数の人が資金を失って一部の人がちょっとだけ儲かるみたいなね、こんなあのゼロサムゲームのことを、もう激辛のゼロサムゲームですね、これをハイプと呼ぶんじゃないかなと思いますよね。だからね、例えてみればもう超アスリートの大会ですよね。普通の人は勝てないというね。まあ情報があるないとか、うん、なんか紹介が上手じゃないと関係なく、もうほとんどの人は勝てないってことをみんなで覚悟して飛び込むのがこうハイプなんではないかなと思いますね。まあ詐欺っていうのはね、もう最初から信用させて根こそぎ持っていくみたいな感じですよね、うん。まあ、どちらにしても、自分が飛び込む案件がどんなリスクをはらんでるのかってことは説明されなくても自分で見つけていかなくてはならないということなのかなと思います。あのリスクについては説明がない場合もあるんですけども、まあ、はっきり言ってね、あの10万20万100万200万みたいなお金を扱おうとする人がリスクの説明がなかったからっていう泣き言を言うだったら、もうそういう世界には飛び込む資格はないと思いますね。あの知りませんでしたとかね、情報弱者を騙してとか言いますけども、それはもう本当に情報強者にならないと入っちゃいけない世界に入ったわけなんで、まあなんか気の毒ですけどね。私の感覚ではその、まあ、今でもね貧乏根性っていうか、本当に10万とか20万ってものすごい重いお金なんですよね。私そんなにね簡単には使えないんですよ。だから例えば30万50万っていうお金をどっかに私が投じるとしたら、その30万50万っていうのはもう完全に自分の自己資金の中で予算化してる余剰資金ですよね。年間でこのぐらいは余剰資金だよと、もうなくなってもいいお金だし、無駄遣いをする、例えばキャバクラに飲みに行くとかね、昔言ってましたけども、でまあなんかその、まあ、関係ない女の子とデートするとかね、今ではやってないですけどね、こういった捨て銭ってのが人生にはあるんですよ。あの本当に自分にその瞬間刹那的にもう無駄遣いをするお金っていうのが、まあ、それが例えば今の暮らしだと私はそういうふうなちょっと挑戦する金額に変わってます。だから年間でね、まあ、何百万とは言いにくいんですけども、年間でじゃあこのぐらいはよくわかんないものにお金使おうかなっていうのを予算化してね、で生活には全く影響がないように、ビジネスには影響がないように、しかもその余剰資金っていうのはきちんと自分でビジネスで作るわけなんですよ。やっぱりなんかちょびっとねスパイスっていうかね、危なっかしいことも見ていかないといけないかなっていうのと、やっぱ好奇心なんですよね。でもやっぱりね、10万20万失って痛い人が、やっぱそういうのに突っ込むべきではないですし、まあ例えばね、私のいつもの感覚では、そういったハイプの案件があるじゃないですか。ハイプの案件とかよくわかんない案件、そこに何十万とかこう投じるとしますよね。私はその時に思うのが、まあ、八百屋に行ってね、じゃがいもが並んでますと、ピーマン並んでますと、ナスが並んでますと、そこに50万って値段がついてるんですよ、なぜか。いや、それを買いますかってことなんですよ。買わないでしょ、ね。そこにコンビニ行ってお弁当があって、お弁当がこれ98万ですってお弁当があるんですよ。で見た目何にも変わんないんですよ、隣のサンキュッパの弁当と変わんない。でそれで98万の弁当を買う感覚でそういったものに参加するかってことなんですよ。だから冷静になっていただきたいのは、なんか美味しそうな案件を見た時にね、美味しそうな弁当があったって考えてもらって、美味しそうなリンゴがあったと思って、それに同じ金額払うんだったらまあいいんじゃないですかね、ふいっとね、本当スーパーに行って、みかんが130万円でしたと、いやそれを買いますかってことなんですよ。それを買うんだったら、ふいっとね買うんだったら、まあそういった危なっかしい案件に入るのも、一部確保できてるところかなと思いますけども、多分お金にね本当に余裕がない人がそういうのをやるべきではないかなと思うんですよね、まあそれが私が伝えたいことですね、いつも。で余剰資金でやること、余剰資金っていうのは10秒後になくなってもいいお金だよと、でやっぱり月給20万30万、の人がね50万100万みたいなお金を出すってのは、相当な思い詰めたことだと思うんですよ。それこそ普段その中古の車をローンで買ってる人がやることではないかなと思いますね。あくまでも余剰資金を作ってやる、降参がないとできない、で紹介性のあるものがねもしあるとしたら、紹介する力量がある人は、それをやればいいけども、ただね、危ないですね、ジュビリーエース、プランスゴールド、
ちょっと私は初めて聞きました。そういうのあるんですね、いろいろとね。まあ、隠居してるとね、もはや危なっかしい案件というかね、そこそこ確実と言えるような案件しか来ないというね、もう本当に妙な案件来たら、これは詐欺ですと私動画で話すんで、そういう意味ではね、やっぱ発信することが何よりの防御かなというふうに思います。まあなんかね、比べて申し訳ないですけど、ノアコインとかスピンドルっていうのは私のところに成立きましたけども、まあ、ご覧のようにね、こんなもんやってられっかということで放送しましたけど、ね、反感をかなり買いましたけども、今いかがでしょうか。ノアコインの方、スピンドルの方、ちゃんとね、言い分通り儲かったんでしょうか。私に紹介したことを恥じていませんか。大丈夫ですか。今度会った時別に下向かなくていいですからね、大丈夫ですか。私はそういうのね、別に何とも思わないですから。ただまあ、お笑いのネタには使わせていただきますんで、ご容赦ください。ですがね、紹介、昨日もなんかの紹介来てまして、今日も LINE で、Zoom に参加しろって来てますけども、それなりの覚悟しないと、私にもう声かけられなくなっちゃうんで、気をつけてくださいね。そんなことはないですからね、まあでも分かんないですよね、正直ね。結果を見てほーらねっていうことはできますけども、分かんないんですよ。もしかしたらって気持ちも私もありますんで、だから話聞いちゃうんですよね、きっとね。はい。まあでもね、まとめますと、自分でお金を生み出せる、そのビジネスセンスがない限りは、投資は、やっぱ難しいですよ。ね。金持ち父さん、貧乏父さんの4つのポジション、あるじゃないですか。ね。スモールビジネス、ビッグビジネスができない人が、インベスター、やるべきではないですね。インベスターってのは、あくまでもこうやってピラミッドの頂点の、この類の人ですから、その下がね、不十分な人が、インベストメントできないと、私は思うんですけどね。まあハイプってのもでも投資なんですかね。ハイプっていうレースなんですよね、やっぱりきっと。危なっかしいことを承知で、激辛なレースを承知でみんな参加するんですよね。だと思うんですけども、どちらにしても、世の中には詐欺が当たり前のようにあります。こういうふうに私は解釈してます。信頼の向こうに詐欺があるというね。ありがとうございました。